これで、江南町っていう、発生者通行されるほどだね。なるほどね。ひどいですもんね。うん。あ、ここ水道局なんだ。へぇー。最新製造水素上に出してんだね。へぇー。よく言ったら確か地下に埋め込んでましたよね。最新製造水素。知らねえか。果たしてそこまで貯水槽に、耐震性貯水槽に興味を持っている方ぐらいの感じですけど、あれ、水道局の前のところにある貯水槽、あれがそもそもなのかな。あ、まあ、一箇所じゃないでしょうね。貯水槽があるところって、四日市のあの、広場のところ、隣家のところ。の地下に確か埋め込み工事とか、なんか一回大規模にやってた記憶あるんだよな。があるでしょ。で、あとあの、山の上の方ね。追い分けの山の上のところ。あそこにも、確か、作ってましたよね。え、ローソンステーション。うん、ちょっとこっちの方なんか、いい、たくさん増えてくるのか。水道会とか。あ、ごと組合か。あ、これね。確かに、八尾市ってそんな高低差ないから、意外と水道の給水塔とか作るのとか大変そうですね。これ慶雲潮流慶雲潮流、つまり雲よりも長い龍を敬う。こっちで合ってんのかな。いや、何の建物なんだろう。年が入ったら分かるのかな。余裕あるからって余裕をぶっこいて、何も見ずに走ってますけど、いいんだろうね。不安になってきた。栄山緊張みたいになってしまうの。うわ、株式会社飯田さん、普通の会社なんだ。あ、慶雲潮流の正しい意味、覚えとったらテロップ入れておきます。そう。この人の散歩動画の時はね、比較的、飛ばしがちに結構入れてることもあるんで、言ってるところを、調べるの忘れて、もうそのままポンと上げちゃうことも多々ありますんでね。ね、そんな宝をね、再生も伸びてんかよっていう、そういうね、細かい気遣いがね、全然できませんからね。昨日の件数。36件もあるんだ、八尾市で。そんなにあるんだ、1日でもね。月で917件。へぇ、火災が2件。こうあるんだね。あ、危険物取り扱い者試験権やるんだ。あれ、お強いの取っときゃね。こうね、こう工場で働いてると使いますからね。まあ特に四日市だとね、石油化学コンビナート多いんで、お強いと言わず。まあ、お昼はでも、ガソリンスタンドとかでもね、使えますからね。
ちなみに藤井寺まで7キロなんだ。あれ JR の駅の案内が決まったぞ。大丈夫か。もうね、駅間散歩的にはまあまあ取れたか取れたんで、もういつ駅が現れて、いやー朝のいい散歩でしたと言えますよ。いいよ出てきて。あ、でもすごい、でも風邪ですごい進んでますね。よし、交差点の中でちょっと一回地図を見てみよう。迷ったらね、地図を見ればいいんですよ、ね、文明の歴頼りまくりましたよ、うちは。ほんとね、そこの先が一つ通りになってるんだな。で、その前俺スマホどこやった、あれ急いで入れ込んできたから、スマホがどこに行った。中も綺麗ね。おお、少年に愛の一声よ。なんだろう、捉え方によっては。違う、それが撮りたいんじゃない、警察署を撮ってる場合じゃない。バス調べないといけないんだ。まあ、渡ってたら良さそう。ちょっと別に JR の高架を渡ってはまたではないですからね。地図地図。今警察署の前。あ、ここやね。八尾警察署ね、これが。はいはいはい。八尾駅は、地一路になっとって、こっちか。あ、で、あ、このまままっすぐ行ったらいい感じみたい。そんなに離れてはなかった。よかった。ここはカモン。うどんどこと和洋食喫茶。ハンバーガーショップじゃないんだ。忘れそうです。この見た目で。むしろこの見た目でコーヒーを売ってる時点であれですけど。わかるかな？今の世代の子に。カモンといえばハンバーガーショップだろうって言ってるのはわかんないだろうな。だから牛乳とか言っても分かんないんだろうな。だからちょっと行き過ぎたのかな。あ、さっきのいい感じのこれ撮っときゃよかったのか。よし、そうでしょ。ここはすぐ回すか、まあ、多分ね、速度から行くか。久しぶりに見たな、バク見たな、久しぶりに見たな。で、これは住宅街行くからこっちかな。うん、